日ありがとうございます。監督をしました高橋です。ようやく残念男子と関係女子ユニットキャンが出ると楽しみです。お二人だけの世界でなんかいい雰囲気に見えたらいいなと思って高橋監督と一緒に映画大人なじみのロケ地巡りをしていきたいと思います。まあ、結果似た者同士なんで俺大好きなの映画の中にいた気分になった クリスチェンのチャンネルクリスチェンの通信すがすがしい朝だいいねもむすけちなみに今日何時起きだっけ3時半ちゃうね二度寝できんかった眠るの難しいもも月らしく眠るの難しい眠るのって難しいんだよあ、まあ、我々のこれごちゃごちゃでどうでもいいんだね、はいはい、じゃあ今日はねスペシャルな方が来てくださってます映画大人なじみの監督高橋宏斗監督です、よろしくお願いしますよろしくお願いしま す高橋監督、はい、以前は会議室で来ていただきました念願の外ロケになりましたよやったありがとうございます僕はよく知ってる部屋だったんでマジ監督と一緒に映画大人なじみのロケ地巡りをしていきたいと思います、はい、こちらは大人なじみ映画の中で春と楓が雷のすごい状況の中2人で相合い傘をして歩くですよね場所ですね それでは早速最初のところ行ってみましょう、はい、行きましょう。本当に晴れて良かったですね。ね、本当にね。晴れてるというところがね、こう横浜アリーナ。そうなんですよね。あのシーンは実際雨の中で撮影されてたじゃないですか。はい、あれは実際にその通り、あの雨降らしを。いわゆる雨降らしというやつ。俺聞いたことある。聞いたことある。まさにこの辺からこう歩いて、こうやって、はい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 。この辺から雨をこう出す。ああ。脚立の人がいたりした。おお、左右にね。そうです。なんか並木。道でやりたいなって思ったんですけど雨見えなくなるじゃないですか。そうですね。おバカかっていう感じであるんです。でもなんかその作品全体にこの背景とかをちょっと少し雰囲気のある場所にしたかったんですよね。帰り道とか本当は住宅街のなんか道とかでもいいんですけど、はい、なんかちょっとやっぱ絵になる、はい、でなんかこう見てる人はこう行ってみたいなとかこう雰囲気いいなって思ってもらえるような背景の中でわちゃわちゃてるっていう風になって欲しかったので全然胸キュンシーンでしたけど、ね、ドジとかよりは少女漫画らしさじゃないですけど、うんうん、ときめきポイントにはなんかなりますよねこの背景が。そうですね、そうですよね、はい、まあよく見ていただけるとその辺にも街灯がこう並んでるんですよ映画の中で。あだけどまあ今はないじゃないですか、はい、照明部さんと美術部さんでちょっとあの見える範囲だけでそうやって立てたんすか。すごいすげえ本当だない印象的に、2人だけの風になりたいから別に通行人とかもいないんですよ。ですよね。2人だけの世界でなんかいい雰囲気に見えたらいいなと思って。確かによりよりでもう2人をもうドキドキさせるっていうことで照明部さん的にも明かりの元が欲しいわけです。そうですよね。そうですそうです。でやっぱりちょっと間接照明みたいな明かりとかがあっていくつかこう並べて素敵なこう空間をまあスタッフの皆さんでこう作ってくれたっていう。本当にあのさもう映画のもうジョジョ版というかさ、うん、序盤で出てくるあの楓ちゃんと春くんのこの距離感というか、うん、もうあこの二人だぞっていう感じが一気に分かるシーンじゃない、うんうん、ここからのスタートみたいなね。そうね、はい、あのシーン一つ撮ってもそれだけこのいろんなエピソードがあるので今日この後ね、うん、何個かまだ訪ねるので楽しみですね。もうすごい盛りだくさんですからね。ね本当にね。いや本当にじゃあというわけでじゃあ次のシーンのところに行ってみましょう。行ってみましょう。相合傘の帰り道とかってさ憧れるじゃん。憧れるけどさ、うんうん、まあしたことないよね。